ワークスアプリケーションズ株式会社ワークスアプリケーションズは東京都港区に本社を置く大手企業向けソフトウェアメーカー大手企業向け ERP パッケージソフトとして人工知能型ビジネスアプリケーション UE 海外名称 AI ワークス及びカンパニーの開発販売コンサルティングサポートを行う人事会計 SCM 制裁管理 e コマース、マイナンバーシステム、ビジネスチャット、グループウェアなど企業経営に関わる機関業務ソフトウェアの提供、コンサルティングサービスを得意分野する。1996年の創業以来、19期連続で増収を実現した。主な競合ベンダーとしては、Works Applications と同様に機関業務ソフトウェア ERP を得意とする。 独 SAP や米オラクルなどが挙げられる。ワークスアプリケーションズは新卒採用の手段としてインターンシップを開催している。2002年8月、問題解決能力発掘インターンシップとして開始した。当該インターンシップの参加者には報酬として日東の支給と優秀上位者には所属する教育機関、大学などの卒業後最大3年以内であれば、 時期を問わず、当人の意思に応じて入社できる入社権利として入社パスを発行している。2016年からはワークスアプラケーションスインターンシップとして実施されているが、詳細は毎年異なる。退職理由を問わず、ワークスアプリケーションズを卒業する社員の復職を認める再雇用制度。退職後の活動は一切問わないため、 より自由度の高いキャリアメイクを実現でき、退職後に企業や海外留学、他社への転職を行うことができるとしている。また、復職時には退職時点の役職、報酬あるいは現職のものを保障する。一度退職しても自社に戻ってくることで、当人の新たなる知見や経験を社内に還元することにつながるとしている。なお、 カムバックパスの付与については一定の評価を得ていることが条件であり無条件ではない。妊娠判明時点から出産後子供が小学校を卒業するまでの約12年間段階的なサポートを行う出産育児支援制度。2004年有志で集まった社員がいかに子供と付き合い向き合える制度にいるかという点を重要視し、 ワーキングマザーが働くことを楽しめる理想の制度として内容や運用方法を設計した。年俸の15%を支給する職場復帰ボーナスのほか、妊娠判明時から子供が3歳まで延長可能な育児休業制度、子供が小学校を卒業するまで選択できる短時間勤務制度などがある。ワークスアプリケーションズ運営の企業内託児スペース。 会社で子育てを掲げ、自社で運営することで、従来の概念に縛られずに、新しい保育のあり方を実現している。業務時間の20%を、日々の業務や、自分の業務の範疇外の時間に使うことが、認められている制度。自然言語処理、NLP の業務活用に向け、主に、秘書エージェントシステム、オフィスエージェントシステムとして、 携帯素解析や固有表現抽出技術、依存構造解析、重要語抽出、同義語抽出技術、対話エージェントの研究開発を行う。また、日本の自然言語処理研究の第一人者である、奈良先端科学技術大学院大学、ネイストの松本雄二教授を技術顧問として招き、徳島大学との共同研究を進めている。平成15年7月、 日本貨物鉄道はワークスアプリケーションズに対し損害賠償請求訴訟を東京地方裁判所に起こした。当初、平成14年10月に稼働を予定していたワークスアプリケーションズ社の製品、カンパニーの給与システム導入が成功しなかったため、両社は平成17年5月に和解、平成26年8月20日、24年12月7日を もって、給食期間満了により退職とされた元労働者が、使用者であるワークスアプリケーションズに対し、給食前である24年5月1日から同年10月10日までの、時速労働手当を呼び、これに対する、遅延損害金の支払い、その付加金及び、遅延損害金の支払い、給食期間満了日までに元労働者は、就労が可能となり、復職要件を満たしていたのに、 ワークスアプリケーションズから就労を拒絶されたため、就労できなかったとして、同日からの賃金及びこれに対する遅延損害金の支払いを求めた。平成29年5月10日、金松エレクトロニクスは、ワークスアプリケーションズに対し、債務不履行があったとして、損害賠償請求訴訟を東京地方裁判所に提起することを決議した。平成28年度は、 トヨタ自動車と並び以下の評価を得て受賞。ERP システムでは誰もチャレンジしてこなかった応答速度0.1秒という卓越したユーザーエクスペリエンスやユーザー業務を学習する AI 機能等を実現するため従来型のリレーショナルデータベース技術から脱却しノーズキールデータベース型のクラウド分散技術を採用した革新的な人工知能型ビジネスアリケーション。 フェを開発した ERP ソフト分野でグローバル市場を獲得するべく世界で初めての製品を市場に投入したことは高く評価できる世界初の人工知能型ビジネスアプリケーションフェが2015年度の同賞を受賞大企業向けソフトウェアとして初の受賞となった人工知能を使った自動解析と 自動学習によってエンドユーザーの利便性を向上し無駄なルーティンワークをなくすことがコンセプト。AI を活かした新しい操作性、利便性が評価された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。